iPS 細胞研究所は2010年に設立して以降、 iPS 細胞技術を患者さんに届けることを使命として研究を進めています。 iPS 細胞研究所では30以上の研究グループが iPS 細胞の可能性を最大限に引き出すため、医療応用に向けた研究から新しい医療を切り開く基礎的な研究、新しい技術と社会との関わりを扱う倫理研究まで、一貫した研究を行っています。京都大学 iPS 細胞研究所では主に4つの分野で研究を進めています。生命科学の可能性を広げる研究、 iPS 細胞は私たちの体の細胞から作られ、どんな細胞にも変化できる能力を持っています。このような iPS 細胞の根本的な原理を理解するために基礎研究を行っています。また iPS 細胞技術を利用して発生の仕組みや細胞の運命を決定する仕組みなど、生命科学の可能性を広げる研究も進められています。再生医療の実現化に向けた研究、患者さんに対して iPS 細胞から作った患部の細胞や組織を移植することで、失われた機能を補い症状を改善できるのではないかと期待されています。脳や心臓の病気、がんなどさまざまな病気に関して iPS 細胞を使った再生医療研究を行っています。病気の仕組みを調べ、新しい薬を開発する研究、患者さんの細胞から作った iPS 細胞は患部の細胞に分化させると、その病態を再現できることがあります。このような患者さん由来の細胞を使って病気の仕組みを明らかにし、新しい薬を見つける研究に取り組んでいます。 iPS 細胞にまつわる倫理の研究、倫理を専門とする研究グループを設置し、 iPS 細胞研究にまつわる倫理的、法的、社会的な課題を多角的に調査・検討する研究に取り組んでいます。このような研究を効率よく進めるためには、研究への支援体制が大変重要になってきます。知的財産や広報・寄付募集などの専門家が研究をサポートすることで、研究に集中できる環境が作られています。 iPS 細胞研究基金は研究活動への資金援助や優秀な人材の確保、知的財産の確保や研究環境の整備など、iPS 細胞研究を推進する大きな役割を果たしています。これまでの多くの方々からのご支援に心より感謝申し上げます。京都大学 iPS 細胞研究財団について、iPS 細胞技術を患者さんに届けるためには、その技術を製薬企業などに橋渡しする必要があります。その橋渡しを行っているのが京都大学 iPS 細胞研究財団です。 iPS 細胞研究財団と協力して iPS 細胞の医療応用を推進しています。患者さんに適切な iPS 細胞技術を一日でも早く届けられるよう研究に取り組んでいます。